できたできたできた。見えてますか？聞こえた？というわけで皆さん、12月31日、今日が今年ラスト配信です。あっという間、はい、最後の配信ということですけども、いかがお過ごしですか皆さんは。私はハリーポッターを見てました準備しながら。ネットフリックスで今日からハリーポッターの配信が始まった。めっちゃ目痛いな、ずっとこの携帯で。そう、ハリーポッターの配信が始まったんだけど、だからその1を見てました。みんなめっちゃちっちゃくてすごい可愛いの寒いのに攻めた格好してますね。今日家出ないからいいかなと思って。可愛くない？キャンプ？え？キャンプ？寒くない？めっちゃ寒そう。夜行観覧車、懐かしい。それえ、ドラマだよね。見たことないけどすごいやってるなっていうのは覚えてる。家でゴロゴロしてる、それが一番いいよ。年末といえば家でゴロゴロですか、きっと。今日も髪巻いてみました。どうかな、髪がね、長くなってきた。明桜高校サッカー、え、そうなの？見てない。そうなんだ、勝つかな。何戦だ今。日が暖かいで、あ、キャンプの現場からありがとうございます。そっか、火で温まってんのかはい、いや今日見えてまだ早いやん。あと10時間後くらいには2022年が終わってます。2022年が終わってるよ、早いね本当に。でももう来年の予定じゃない来年の目標立てました。新年に YouTube にそれが上がると思うので皆さん楽しみにしててください。今東京です。東京だよ。東京、東京で年を越します。年越しの瞬間何しようかな、めっちゃ悩む。ジャンプジャンプ乾杯なのね。何したらいいんだろうね。初詣は毎年行きますね。おすすめの神社があったらぜひぜひ教えてください。え、ジャンプなの？え、ジャンプがさ主流なの年越しって私でも意外とジャンプしたことない年越し配信してほしいの。お母さんがね一人になっちゃう、そしたらお母さんと一緒に。まあこれも年越し配信みたいなもんだからね。お腹空いた、今日朝から何にも食べてない。明けおめライン、あー、今日さ友達から良いお年をっていう、その全然普段 LINE しない友達からなんか今年1年お疲れ様でしたみたいな、良いお年をみたいな LINE が来て、あ、そっちの LINE もありだなと思って。なんかその明けおめ LINE ってさやっぱ大変じゃん。
そのなんていうの、年をまたいですぐこうこっちもさわーってやってる時にこう LINE をさピチピチピチって打つのってなんか大変じゃん。でもその良いお年をっていう LINE ってこっちも意外と大晦日ってさ時間があったりするからさ、そのゆっくり返せるし、なんか良いお年を LINE っていいなと思った。逆にそうみんなこれ やった方がいいんじゃない、良いお年を LINE。 これ普通なの？私なんか良いお年を LINE 結構初めて来たんだけど。すごい長くねこの髪。ゆっくり返す、そうゆっくり返せるし、浮世絵ラインよりいいなって思ったんだけど、どうなんですかね。そう、良いお年だと送んないじゃん。送んないからこそこう新鮮でありだなって思ったという話です。でみんなも良いお年を、良いお年をという感じ良いお年を。えお雑煮食べたい、なんかお雑煮食べたいんだけど、なんかそのお雑煮の出汁はできてるんだけど、餅ってどうしたらいいの、この餅、お餅ってどうしたらいいんですか。皆さんチンしたいんだけど、チンでいいのかな、トースター、お雑煮に入れるお餅ってトースター、チン、どっちだ。お雑煮食べたいな。チンでいいんだ。何分くらいチンしたらいいんだろうわかんない。水とかちょっと入れるんだっけ、水とかちょっとピュッて入れる感じ。あ、美味しく全然食べなくて大丈夫。あと美味しい、チンでも美味しいもん。あ、すごい、良いお年を、良いお年を。吉川家のお雑煮は何入ってるの。吉川家のお雑煮はねシンプルですよ、多分きのことか。こんにちは。あのお母さんにお雑煮食べたいなっていう夢をこうしてますいや、私お迎えください。良い一年に、来年も皆さんにとってね良い一年になりますように。きりたんぽ鍋とだまこ鍋と同じで汁、違うね、うちはそばと同じ汁、そばと同じ汁です。ワンオーオーワンナイス、トトゥ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 。あ、そうなんだ、他の家でお雑煮食べたことないから分からん、お雑煮の違いが。なんか人参とか入ってたような気もするじゃないかな、分かんない。バーン、花火。お腹すいたな。無視された。はじめまして、太一さん、はじめまして。良いお年を。あ、鶏肉入ってる、鶏肉入ってる。人参って入ってる？これから入れるってこれから人参が入るらしい。カツオだし、あーでもそっち系、なんか茶色い系。え、ちょっとお雑煮作ってきていい？お雑煮食べていい？ここで。お雑煮作ってくる、ちょっと一瞬。
やってくれた。あ、ミツパはね、ミツパは入れたいけど今は別にいいや。お雑煮料理配信、じゃお雑煮はもうできてんのよ。いて、え、お餅って何個食べんの、みんなお雑煮1個とか2個じゃないの。逆に今日は1個です。早っ、そんなもんでいいな。あと3分くらいチンすると思ったわ。お餅何個くらいやるのみんな。関東風とあんま変わらん。いやそうかも、なんかそんな特殊なお雑煮食べた記憶ないもん。え、3分チンしたらドロドロ。本当？危ない、私3分チンするとこやったわ。こんにちは。何がばっ、プラス2分、2分でやってるよ。ドロドロになっちゃうんじゃない？ 6 個？ 1 人6個？ 6 個？ お雑煮以外何も食べれなくなっちゃうじゃん。なんかいいよね、おみそかって美味しいものをさ食べれるからいいよね。今年はハタハタのしょっつる鍋とお刺身とお肉と有田みかんです。あとはお酒を飲む。でも聞いてほしい、私昨日全然なんか寝れなくって、朝7時くらいまで布団の中でさボケーっとしてたの、寝れなくって。だから私今日なんか10時くらいで 寝ちゃうんじゃないかなって心配なんだけど。あ、大晦日すき焼きもいいよね。でもね、すき焼きはなんか正月って感じなんだよね、逆に。うちんちはやっほー秋田県、なう寒いですか秋田県は。はたはた高いんじゃない、ハタハタ高いんですよ。でもおばあちゃんがね送ってくれたの、私がハタハタ食べたい、ハタハタ食べたいってあのすごいいろんなとこで言ってうるさいから、おばあちゃんがねなんかハタハタを大量に送ってくれたんですよ。有田みかん買ったらハズレでした。私あんまみかんの種類詳しくなくって、でも有田みかん美味しいって昨日1個食べたけど、うん、なんかすごい美味しい、なんかわかんない、みかんの違いがわからない。美味しかったよ普通に。そば食べます、そばは絶対食べます。今晩は秋田のお酒にしよう。秋田のお酒日本酒かな、いいじゃん。ナンバーシックスってお酒がめちゃくちゃ美味しいんだけど全然売ってないっていうね。花火が、はあ、寒いし秋田。私初日の出見たことあるかな、初日の出見たことないかもしれない。大晦日ってそばじゃないの。あ、なんか大晦日は普通にご飯を食べて、でさらにそのまあ年越しを迎えるちょい前くらいにあのそばを食べ始めます、うちは。ナンバーシックスは都会の方に出荷する数、あ、そうなんだ、年越しはスパゲッティナポリタンを作りましたよ。年を偉いですね、年越しに料理をして本当に偉い。なんか世の本当に料理してる人尊敬する、マジで。誰の頭が初日の出やねん、全然そんなこと言ってない。
私のここも今日ちょっと初日の出みたいな誰が肩が初日の出やねんみたいな、ちょっと肩しておりますけど、あ、昼にね、年越しそばってあれでしょ、でも年越す前に食べればいいんだよね。いつも年越ししてから食べるもんだと思ってたんだけど、なんか数年前から年越し前に食べるものなんだって思って、夜おそば食べますよ。秋田美味しいお酒いっぱいあるから、ナンバーチクじゃなくて美味しいもん。それはそう。ただ私日本酒あんま飲んだことがないからね、何が美味しいとかわからないんだけど、美味しいよね。寒くないよ、肩出てるけど、これすごいちゃんとした厚いニットだから全然寒くない。おすすめのお酒、わかんないでも最近ちょっとあのワインとか飲みたいなと思って、私いつもあのビールとかサワーとかを飲むんですけど、炭酸でお腹いっぱいになっちゃうんですよね。ワインって炭酸じゃないからさ、そのありがとうございます、皆様。みつぱがいっぱい入った、あーこぼれそう、お雑煮がでねーん、熱っ。ワインめちゃくちゃ似合いそう。本当？それは褒め言葉じゃない？正月は秋田に帰らないんですけど、でも9日に行きますよ。お久しぶり。さあ皆さん、何が入ってるか言いますね。鶏肉、ごぼう。これささがきごぼうじゃない？違う。私は市販で頑張ったささがきごぼう。母は、抜きました。餅どこ？あ、いた。熱そう。じゃーん。おいしい。大晦日にお雑煮食べる人初めて見た。え、お雑煮って正月のものなの？うん。お雑煮って正月のものなの？ネギも入って、みつぱも入って。食べる人は記憶にないよ。じゃあ今さ、なんか家にさ、その夜ご飯のものはめちゃくちゃたくさんあるんだけど、なんか今食べるものがなくてさ、じゃあお雑煮食べようかなみたいな。今すごいね、食欲やばい。絶対暑い。おいしい。すごい湯気出てるの伝わる？めっちゃ湯気出てる。23年先取り、先取りって言うんかこれ。
逆に大晦日のお昼ってみんな何食べるの？私何食べてたか全然覚えてないんだけどさ、みんなって何食べるの？大晦日のお昼って。お雑煮食べてるって。マック、モス。え、でもさ、逆にそうだよね。なんか夜が本番だからお昼軽くしようみたいな。食べない。そうだよね、焼きそば。いやそうだよね、お昼まではなんかね、そうそうそう。ビュッフェ、お腹いっぱいで夜食べれなくなっちゃう。焼き鳥、お昼から飲んでるでしょ絶対。すごい、エビ天の乗った年越しそば。私も今年はエビ天を乗せます。エビ天買った。今年食べ残したものなんだろうな。これ食べとけばよかったみたいな。え、なんか餅2つ入ってない？まさか餅2つ入れたな。なんか餅多い。なになに、声と画面ずれた？後から音が聞こえてくるよ。ん、餅2個入れた。音が先のパターンってあるの？音が先なんだ。あ、じゃあみんなは私がどういうポーズをするか予知してるってこと？予想しながら見てるってこと？やったーみたいな、こういうこと？どういう、やったー。あ、そうか、同時にやっていいのか。私は声の方が先って面白い現象だね。どうしたらいいのこれ、どうしたら治るかな。確かに時空が歪んじゃったかも。音が先に聞こえてくるってことは何ができる？何ができるんだ。音が先に聞こえてくるってことは、じゃんけん、あっち向いてほいじゃない。いくよ、あっち向いてほい。上向いた人負け。あっち向いてほい。ん？治んない？なんでだ？あっち向いたほいでみんなをこうやって向けばちょうどいいんだよ。このテロップ面白くない？お雑煮食べているこのテロップ面白くない？
え、どうやって更新するの？客観的に見たい、私もこの配信。更新の仕方が分からんよ。パピコお届けありがとうございます。お雑煮食べているってテロップめっちゃおもろいね。もうお雑煮食べとるんですか？ごめんなさい、お腹が空いちゃってフライングしちゃいました。なんかもうね、正月も大晦日もどっちもめでたいしいいんじゃないみたいな。一回見てすぐ返してればいいの？本当に？いける？本当にいける？一回やってみる。じゃあ一回配信閉じてやってみるよ。じゃあ行くよ。すごい、お雑煮食べているのテロップも戻った、そのまま。治った、よかった。普通のお雑煮食べてるだけの配信になっちゃったね。私が歪んだ時空から帰ってきました。完食、うん、完食。完食いたしました。良いお年を。良いお年を。本当だ、シュロップ直さないと。すっごいお腹がちょうどいいわ今。お雑煮美味しいぜ。正月といえば初詣のやつでトパゲ、おお懐かしい、食べたわ。なんかその写真を SNS に上げた気がする。え、懐かしい。だからお餅を食べる、でもトッポギも餅だから一緒じゃないみたいな。お雑煮食べてる時、あ、ごめんなさい、あの今食べ終わっちゃいました。今食べ終わっちゃいました。ごちそうさまでした。おせちは食べないね、うちは。おせち食べないかも。おせちって食べられるものが結構限られてるから、好きなもの食べようっていう感じかもしれない、どちらかというと。うん、黒豆とかも食べれないし。そう、意外とおせち食べれるもの少ない。あと私伊達巻きがめっちゃ好きで、
昨日もフライングだて巻き切っちゃったんだけど、だて巻きをね2本半くらいあるらしい家に。だて巻きめっちゃ食べます。だて巻きをめちゃめちゃ食べる人、私。そのちょっとのお腹が空いたらだて巻きをつまむ。この正月はだて巻きだけめっちゃ美味しくない？だからそうなの。だからだて巻きだけでいいのも。逆に、あの私あのそう卵が好きなんですよ。卵焼きが大好きなので、ね、だて巻きが大好きなんですよ。今年1年皆さん、今年1年の振り返りして終わろう。今日は今年1年と来年もよろしくねって話しよう。急に急にこう軌道修正。今年1年皆さんのまーちゃんとの一番の思い出は何ですか？みんながまーちゃんとの思い出、これが一番思い出やなみたいなとか、私との一番一緒に残ってることとかなんかあるかな。卒婚、いやー私もそうだね。卒婚は本当に本当にみんなに感謝という一日でしたね。秋田凱旋、そうね、秋田凱旋できて本当よかった。こうね延期なったりとかして、できるかなってめっちゃなってたけど、うん、そう無事にできたし、たくさんの人が秋田に来てくれて、秋田の人にも会いに行けてめっちゃ良かったなと思いました。遅刻、卒婚に遅刻をしたと。キライブの卒業発表、卒業発表がね、確かにそこはね思い出深いですね。ババヘラリリース、いや私もこれはまさかだからね、本当に。下北でツーショットの時シート越しに手を合わせたこと、画面越しに手を合わせる。ゴールデンウィークやばかった。いや本当だよ、あんなゴールデンウィーク経験したことがない。自分は今どこにいるんだろうってこう日々わからなくなる毎日みたいな。でもそれにねこうついてきてくれたファンのみんなとか本当にすごいなと思う。本当ありがとうです。カリさんと一緒に、うん、大阪なんかやったりとかすごい楽しかったよね。東京にいなかったもんね、ゴールデンウィーク。ずっとお出かけしてたみたいな。久しぶりに秋田に行くとよかった。よかったです。マージン狼に黒出されたことの余韻。かわいそう、かわいそうだけど、私はよく白の人に黒を出すので、ね、引っかかってしまいましたね、かわいそうに。人狼やりたい。人狼やりたいな。あれだよね、2期のグラファンに人狼イベントまた入ってたね。いいな、私も申し込もうかな。お客さんとして参加しようか。ね、いろんなね一年いろいろあった一年でしたけど、人狼はまーちゃんの目が変わるから怖い。いや真剣だから。
来年はどういう年にしようかな。来年はどういう年にしますか皆さん。人狼で白なのにマジで詰められたもんね、かわいそうに間違うことは誰にでもある。来年私さ、もっと髪切りたいんだよね。もっと短くしたい、その肩につかないくらいの長さにしたいんだよね。短くしたいな。あやとお揃いっていうのがちょっと嫌なんだよな。あやとお揃いになっちゃうから短くできないみたいな、まあとこちょっとありますね。そうですね、あやとお揃いになっちゃうから困ってますね、それがちょっとだから逆にあやが伸ばすっていう手も、あやが伸ばすっていう手もあるので、まあ、そこはちょっとあやと要相談かなという感じですね。新年ね、集まりたいよね。新年あやと遊びたいなって思ってるんですけど、あやがねなかなかこうねさせてくれないんですよね。あやができないツインテール、そっか、ツインテールとかもできなくなっちゃうんだね。今日梶島さん美容室行くの？そうだよ、今日行ってエクステつけてくるから、羽田は長いあやが見れるはず。ソロ曲を CD とリリースしてほしい。いやほんとそう、ほんとそうです、頑張ります。ハーフツインね、ハーフツイン好きだねみんな。あやは無限に誘うことある、そうなんかね無限なんだよね断り方が。そう、それがちょっと悲しいです。来年こそはあやと遊ぶぞという目標を立てました。いやまあそんな感じでね、皆さんは本当に今年1年ありがとうございました。見て、なんか餅くっついてる、ここに、顎に、さっきの同期の誘いだけ。じゃあちょっとあのアミちゃんとか通して誘ってもらおうかな。アミちゃんにカジーさん2人で遊びに行きましょうって言ってもらって、で実は当日は私がいるみたいな、そうしよう、そういう作戦に行こう。あやとあみとまゆの3人で遊んだら何するんだろうな、なんかゲームして終わりそうだな。はい、ということで何の話したっけ、そう今年1年ありがとうございましたです。本当に今年1年ありがとうございました皆さんね。え今年は本当に変化の年で、私がアイドルを卒業して、アパガニキを卒業して新たな道に進むという大きな決断をね、こうやってあの皆さんが応援してくれて、そして今の私がいるので、もう本当にみんなに今年はさらにさらに感謝の年だなと思いますし、来年はあのみんなに会える機会を増やしていきたいなと思います。はい、たくさん曲を作って、ライブできるように頑張ります。来年がどんな年になるのか、やりたいことがいっぱいありすぎてね、一個一個叶えていきたいし、一個一個ね着実に頑張って叶えていきたいと思います。なので皆さんもぜひ来年も吉川芽衣から目を離さず応援してくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、卒業したら旅に出ちゃうのかなって思ってたけど、こうやってお顔見れる機会が多くてよかったです。
そうね、旅に出るつもりは全然なかったんだけど、うん、来年はもっと皆さんにリアルで会えるように頑張りますね。まず1月28吉川優さんのライブにゲスト出演させていただくので、そこでね久々にお会いできる方もいるかなと思いますし、2月はタイも決まってます、ジャパンエキスポ決まってますので、はい、頑張りましょう。会えるのを楽しみにしております。ではランキングを確認しますね。第3位ひろまるさん、ありがとう。第2位みかんさん、ありがとう。そして第1位ゆうまたん、ありがとうございます。一応おめでとうございます。イエー、はい、ということで、皆さん配信見てくれてありがとうございました。まゆのね休日配信も、来年も引き続きやっていきたいなと思いますので、これをフォローして見に来てくれたら嬉しいです。私のツイッター、インスタ、TikTok フォローしてください、よろしくお願いします。うわ、なんか寂しい、これで今年みんなと会うのなんか最後って思うとなんか不思議な感じするわ。良いお年を。良いお年を、なんか寂しいね。良いお年をです皆さん、1年お疲れ様でした。来年いい年にしましょう。ありがとう、ヘバナ、バイバイ。あー、なんか寂しい、バイバーイ。